はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策の刺繍シリーズの第34弾やっていきましょう。で、問題は12問、これをね、やっていきますので、ぜひ用意できる方はストップウォッチとかを用意していただいて、時間を早く解こうっていう意識をしながら動画止めてね、一回やってみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば、今からね、自分が全部解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。では、画面下げますので、お待ちください。いくよ。で、まあ、いつも通り参考記録でね、自分が解いたら、4分31秒でした。まあ、それより早く解けとかね、解かなきゃダメだよっていう話ではないんですが、まあ、参考にしてみてください。まあ、このレベルのところはね、確実に解けるようになってほしいってところもあるんですけど、こう、早く解いて他の難しい問題に、ね、時間を残したいので、まあ、その辺もね、意識してみてください。では最初ね、計算問題いきましょう。マイナス8、プラスマイナス4ですね。まあ、マイナス同士なんで答えもマイナスになるし、8と4くっつけてはマイナス12と。まあ、この辺はね、サクサクいきます。で、次分数ですね。まあ、分数、下が7と3になってますので、通分していきましょう。で、21に通分するので、こっちがマイナス21分の3かけるから15。プラス、こっちが7をかけるので21分の14。ってことは、マイナス15プラス14はマイナス1なので、マイナス21分の1と。これで OK ですね。じゃあ3番行きましょう。65a2b÷5a ですね。まあ、割り算なので、まあ、一気にやってもちろん構わないんですけど、数字は数字、文字は文字で考えた方が、ま、わかりやすいかなと思います。ってことで、65÷5 をすると、これが13ですね。で、a2b÷a なんですけど、a を1個、まあ、割るから消えるので、a2 乗から a1 個取って、a が1個残る。で、まあ、b はね、関係なしに残るんで、これでまあ 13ab と、これで OK です。で、次ですね。まあ、ルートが分母ですね。下に来てるので、こいつまず有理化する必要があります。有理化は上と下に同じこのルート2をかければいいので、ここ、ルート2分の18の上と下に同じくルート2をかけます。有理化ね。で、ルートっていうのは同じものをかけるとルートが外れます。つまりこれ下2になる。ルート2かけるルート2はね。で、2になることによって、2と18が約分できるから、9。で、まあ、ルート2が残るから、こうなります。9ルート2。で、引く、ルート98っていうのは、こっちに書くか。9ルート2、引くですね。で、98、これルート直すやつ。ぜひ98は覚えておくといいかなと思います。これ49かける2なんです。98って、49×2。49が7の2乗。なので、こっちに書くか。まあ、こうなってるわけよ。7の2乗かける2ね、中身がね。で、2乗になれば、ルートから外に出てこれます。2乗っていうこのアイテムを使うことでね、消して、7が出てくる。つまり、7が出てきて、この2は出てこれないんで、7ルート2。つまり、9ルート2、引く7ルート2になるので、ルートの外、9引く7をして2。で、ルートの足し算引き算っていうのは、ルートが揃ってれば、まあ、計算ができるんですけど、中は変わらないので、2ルート2で、これで終了となります。で、次が展開ですね。で、これ、ま、ごちゃごちゃしてますけど、こっちと、こっちを別々に展開していきます。まずこっちから行きましょう。x プラス9の2乗なんで、まず x の2乗。で、自分がよく言うのは、こことこことこの2をかける。9に18だから、18x プラス右側、9の2乗で九九81ですね。で、まあ、ここのね、問題で何をきっかけようとしてるかっていうと、こいつですね。この処理を気をつけた方がいい。このマイナス。間違ってやりがちなのは、例えば、まあ、この x-3、x-7、ここだけね。このマイナスちょっと無視してください。ここだけ展開すると、まあ、これ公式使って x の2乗。マイナス3とマイナス3をくっつけるとマイナス10ね。まあ、足すとね。それに x がくっついて、今度マイナス3とマイナス3かけたものなんで、プラス21ってこうなるんですよ。展開すると。で、何やらかすかっていうと、あ、マイナスだよね、つってこうやるんだよね。これが一番陥るやつ、ミスで。
何がまずいかって、これ後ろセット一個の塊なんで、これカッコつけないとバツなんだよね。バツっていうか間違える。だそれをカッコがあるよねって分かってて先に配っちゃってもそれはいいんだけど、あそこにマイナスだけを書いてしまうと符号がずれます、後ろので。これマイナス配るとマイナス x2 乗ですよね。2行分はちょっと厳しいかな。なんで x2 乗とマイナス x2 乗でこいつは消えると、ここはね。で 18x 配ってプラス 10x だから 28x になる。プラス81マイナス21になるからくっつけるとプラス60になる。でこれで終了と。まあ、いつも言いますけどね、こういう基礎的な問題のところは何を引っ掛けようとしてんのかなとか、そこまで意識できるとケアレスミスが確実に減りますんで、ミスがね先読みできるからね。では6番です。で、これ、因数分解していくんですが、もう特徴的なのはここですよね。カッコの中身が揃ってるんです。これは意図的に揃えてるわけですよ。で、ちゃんとしたやり方をするんだったら、ここを文字で置き換えます。文字で。例えば、じゃあ、ラージ A、大文字の A ね。とかって置いてみましょう。そうすると、式自体が、ラージ A、塊ね。A だから、A の2乗、マイナス 2A、マイナス24ってなるんですよ。まあ、この A って文字はね、なかなか使い慣れないとは思うんですが、普通に因数分解ができます。かけて、マイナス24。足して、マイナス2の数字のコンビを探せばいい。で、24っていうのは 1×24 とか 2×12 とかあるんですけど、4と6。ここはね。4と6で。で、やっていくと、再書いておこうか。マイナス6とプラス4にすると、このコンビね。かけてマイナス24だし、足してマイナス2になるから因数分解完了だと。で、間違ってもこれを答えに書いちゃダメだよ。自分で勝手に A って置いたんで、戻します、最後。戻す。で、戻すと、ここのラージ A に、つまり X プラス4が戻ってくる。だから、左側の括弧の中は、X プラス4にマイナス6がくっつくの。こうやって。で、当然、この、プラス4とマイナス6のところは計算ができるから、マイナス2ですよね。だから、左側の括弧は、X マイナス2になります。で、右側の括弧も同じです。このラージ A のところに X プラス4を戻すから、X プラス4プラス4になる。つまり計算すると X プラス8。なので、これで因数分解終了です。で、この置き換えのやつはね、ちょっと難しそうだなと、もし思う方がいるんであれば、受験本番っていうのは別に、このね、一番理想的な解き方で解かなきゃいけないなんてことはないわけですよ。解ければいい。言ってしまえば。だから、これ見たときにちょっとわかんないなって思ったら、一回展開しちゃうといいです。展開。やってみましょう。これ展開すると、x2 乗、プラス 8x プラス16ですね。これマイナス2配ると、マイナス 2x マイナス8で、マイナス24が最後に残ってますと。で、まとめると、x2 乗を、プラス 6x の、マイナス18か。やっってるかな？じゃあ16か。ん？ちょっと待って。これ間違うダメだもんね。16だね。ごめんね。となりました。で、まとまったでしょ？じゃあこれ因数分解しようって考えてさっきと同じです。xx 書いておきましょう。かけてマイナス16、足してプラス6になるコンビは2と8ですね。で、プラス8とマイナス2にすれば、かけてマイナス16だし、足してプラス6になりましたと因数分解終了。ちょっとカッコの向き逆になっちゃいましたけど、同じでしょ？だからもちろんこうやってやっても構わないです。多少時間かかる印象はありますけど、まあどっちでもいいかなと思います。出題者、問題作った人はもちろんこっちで解かせようとしてるんですけどね。ワーとカッコの中一緒にしてるからね。でもいいんです。それは。解けてるから。いいかな？1点でも多く取ってやろうという意識でやってください。で、次が、解けだよね、普通にね。二次方程式解けって問題で。で、まあ、中学校の範囲で、ここね、x2 乗のところに係数、まあ、数字がくっついてる場合は、まあ、ほぼ解の公式で良いかと思います。まあ、他の解き方もあるっちゃあるんですけど、じゃあ解の公式やっていきましょう。これが A ね。A が6、B がマイナス2、C がマイナス1で解の公式解いていきます。x イコール、2a 分の、だから 2×6 なんで、12分の、
一回書くか。2a 分のマイナス b プラスマイナスルート b の2乗マイナス 4ac ですね。まあ、学校で呪文のように唱えさせられたと思うんですけど、まあ、覚えてください。よく出てくるからね。で、マイナス b なんで、マイナス2にマイナスくっつくから普通の2になる。で、プラスマイナスルート b の2乗。マイナス2を2乗するっていうのは、マイナス2かけるマイナス2。だから4ね。プラスだよ。4。で、マイナス 4ac なんで、マイナス4かける6かけるマイナス1です。そうすると、プラス24になります。こうなる。で、そうするとですね、ちょっと答えが一気に書けないので、ルート28になります。ルート28っていうのは、28っていうのは4かける7なのね。28、4かける7。これが2の2乗だから、ルート28っていうのは2ルート7に変えられます。だからこうです。で、間違ってもこれを答えに書くと×食らいます。なぜかっていうと、これ同時約分。まあ、俺が勝手に言ってる名前ですけど、3箇所ね。12と2と2ルート7から3箇所一気に約分できるんですよ。同時約分っていう。で、これができるときは、やらないと×です。いい。やんなくてもいいじゃなくて、やんないと×食らう。で、全部2で約分できるから、6、1、1ですね。約分すると。だから、答えの欄には、6分の1、プラスマイナス、で、1ルート7とは書けないので、ルート7と書いて、これで終了となります。で、ちょっと動画長くなっちゃって申し訳ないんですけど、一応ですね、まあ、他の動画でも紹介してるので、解の公式ってね、もう一パターンあって、実は。まあ、今回この問題じゃないですか。で、注目するのは B なんですけど、B が偶数の時、だから2の倍数ですね、の時に使える技、これマイナスでも OK。時に、これ B っていつも置くんですけど、B' って置くんですよ。で、B' 何かっていうと、B の半分です。今、マイナス2なんで、半分マイナス1ですよね。2で割ってるから。で、使える時にできるやつがあって、解の公式。x イコール a 分のマイナス b ダッシュプラスマイナス b ダッシュの2乗マイナス ac っていう、ちょっと違うんですよ。いい。 a 分の、もし余裕があったら覚えて。で、これ何が便利かっていうと、それで、まあ、これ a は同じね。6。c がマイナス1も同じなんですけど、入れていくと、a 分のなんで、6分のでしょ。マイナス b ダッシュだから、これにマイナスつけるから、1。プラスマイナス、ルート、b ダッシュの2乗だけだ。1。で、マイナス ac なんで、マイナス6かけるマイナス1だから、プラス6なんですよ。これ、ルートの中、1たす6なんで、7ですよね。これ、もろに一発で出るんですよ。こうすると。だから確実に時間短縮にはなるんですけど、こっちの解の公式覚えるのでもいっぱいいっぱいだよっていう方はやめた方がいいです。うん。それはまあ、結構進学塾とかね、言ってると、下のね、公式を教わる方も多いと思うんですが、まあ、皆さんの判断で、絶対覚えてねっていう技ではないので、よかったら。ということで、ちょっと脱線しましたけど、戻りましょう。で、8番ですね。y イコール x2 乗があって、x の値が2から5ですと。で、この時変化の割合がマイナス4だよと。って言ってくれて、で、その時 a 求めなさいってやつですね。で、二次関数で変化の割合が来たら、もう結構まあサービス問題だと自分は思っていて、二次関数の時、絶対に x がほにゃららからほにゃららが言われます。言ってくれる。これセットだから。その時、x のここの数字、2から5まで、これまず足します。7ですよね。その足したものとこれをかけるんです。7a ですよね、かけると。7a。今、これが変化の割合なんです。二次関数の出し方。ここを足してかけるっていう。だから、7a イコール、これ変化の割合だから、それマイナス4って言ってくれてる。つまりこれがマイナス4なんです。今。で、これ、両辺7で割れば、a イコールマイナス7分の4。これ約分別にできないからね。つまりこれで終了と。いいかな。二次関数の時はぜひぜひこんな感じで解いてみてください。で、9番ですね。9番が、1本 A の鉛筆を、9本と1個100円の消しゴムを1個買って1000円を支払いまして、お釣りを受け取ったと。この時数量の関係を不等式で表しなさい。ただし、右辺は1000だけとすると。まあ、これはもう、文字書いてあるのを、そのなんと流れというか順番で、式作っていっちゃいましょう。まず、1本 A の鉛筆を9本と1個100円の消しゴム買ってるので、
A 円のものを9個買ったら 9A ですよね。で、100円のもの1個買ってるから、一緒に買ってるから値段的には足しますよね。鉛筆の値段と消しゴムの値段足しましたと。で、これと1000円を支払ったっていう話なんで、これと1000の、これを右辺ね、1000右辺、右側にしろって言ってるから、こいつとこいつをどう繋げるか。で、式の関係っていうのはイコールだったり、小なりだったり、大なりだったり、まあ、下にイコールがくっついたりね。小なりイコールとかさ、大なりイコールとか、こんなんありますけど、どれ使うのっていうのが最後のキーポイントなわけ。で、今回は、支払って、お釣りを受け取ったんですよ。お釣りを受け取った。お釣りを受け取るってことは、買った値段と出した1000円、どっちが高ければお釣りもらえるのっていう、そのリアルな状況で考えるといい。みんなが買い物行きましたと。買い物ね。買ったお金と1000円出したお釣りもらうのはどっちが大きいって、もちろん1000円大きくないとお釣りもらえないでしょ。そもそも買えないし、1000円足んなかったら。だから、右側が大きいんだよねってことがここでわかります。いいかな。で、もう一個はさっき言ったように、これなのか、イコールが入るのか、これがポイントなんです。で、結果としてはイコール入りません。今答えこれです。これ。なんで下がダメかっていうと、イコールが入ってしまうと、つまり、買った値段と出した1000円がぴったり同じことがありますよってことになる。イコールが入ると。ぴったり同じになってしまったら、お釣り返ってこないからね。お釣りが来たってことはぴったりではないの。ってことがわかるから、こっちは使えないと。いう判断で、まあ答えはこれという感じになります。さあ、10番。10番だね。で、ルート 53-2n。これが、整数になるような、正の整数 n ですね。まあ、正の数 n はね。で、このよくルートの中がごちゃごちゃしてる問題。で、こいつが整数になる。ルートがね。これが整数になるってどうなればいいかっていうと、整数になるっていうのはルートが外れるってことなの。ルートが外れるっていうのは、ルートの中身が4、9。ちょっと待った。1個飛ばしてよ。ごめん。ルート1からだね。ルート1、ルート4、ルート9。まだ入る？止まって、ちょっと切るか。ルート16、ルート25、ルート36、49。ちょ、点点点するわ。この数になればいいんです。なぜかっていうと、1は1の2乗で、ルート1って1と同じでしょ？ルート外れるじゃん。ルート4って2ですよね。2の2乗だから。ルート外れますよね。だから整数になるんです。ルートの中身がこうなれば。2乗になればね。っていう風に考えれば、今、じゃあこの中身がね、例えば、53-2n が1になればいいじゃん。あとこれ解けばいいんですよ、普通に。そう。めんどくさいけど全部やるんです。で、やれば絶対解ける。いい。絶対解けます、これで。で、やっていくと、ちょっと暗算気味で、暗算でいいか。こっち持っていくとマイナスじゃねえや、52だから割ると26ですね。あ、ちゃんと OK だと。じゃあ次4もやっていこうと、かなりね、めんどくさい感じがするんですが、これあることに気づきます。やっていくと。これ N イコール、49なんで、これ2分の49になるんですよ。今、問題文に N は正の整数って言ってるね。整数。整数って分数入んないからね。分数小数は整数に入らないので、これ答えとして使えないんですよ。ってやっていくと、ちょっと下食い込んじゃうけどごめんね。次、9じゃないですか。9の時っていうのは、まあ、計算解いていくとね、まとめると 2n イコール、44になるの。でも、これ、中身の数って1、4、9、16って、奇数、偶数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 ってなっていくんですよ。で、今こっちのパターン、つまりじゃあもう一個いこうか。16？ これ、2n イコール16だから、37になるのね。だから、もともとが、偶数スタート、4とか16みたいな、から始めてしまうと、まとめた時に、右辺が奇数になっちゃうんで、絶対ね、整数にならないの。2で割った時に割り切れない。こいつがこうやって。ってことに気づければ、チェックするのが半分に減ります。これダメだから。ここできない。で、これ永遠に調べるんすかって感じがするかもしんない。49の次もさ、これ7、7、49なんで、8、8、64になるでしょ次。でももうここ調べなくていいの。64から先は絶対ない。なぜかっていうと、
53から何かを引いてるのに、中身が64になるわけないんだよ。マックス53だから。こいつから引いてるから。だから調べるのは49まででいいの。で、調べていくと、じゃあこれは N が、22ですよね。22。で、53-2N、イコール25。2N イコール、28か。だから N イコール14みたいな。こうやって調べられて、最後49もやっていくと、N イコール2か。ってなるので、全部かけって言ってるから26と22と14と2。これが答えになります。で、11番に入りすぎたので、ちょっと説明文消してしまうんですけど、答えだけ書いておきましょう。もちろんね、その半分減るじゃんっていうのが気づけないこともあると思います、本番でね。いいんです、気づけない。だって全部チェックしてダメじゃんってなったらそれでいいじゃん。答えとしては間違わないはずだから。もちろん数学っていうのは時間との勝負が出てくるので、なかなかね、そのここで時間をかけすぎてさ、後ろで取れるはずだったのは取れなくなりましたなんてことも起こるかもしんないけど、でも、取れる可能性があるんだったら、やっぱり一問でも多く取れるように、泥臭くてもね、解き方が。ぜひぜひ粘ってもらえたら、と思います。で、11番ですね。次が、ちょっとこれ貼っとこうか。長いね。これはもう、見端の計算、まあ、図にしていきましょうか。A さんの家からバス停までの道のりが A キロです。ちょっと黒を使いましょうね。A さんの家から、結果あっち行くんだよね。これバス停だって最後。で、最後が、バス停から駅までか。駅までね。で、この時、まあ、よくね、自分がやる、あ、右下がってるわ。やる方法なんですけど、このね、分割してるところの、見端。あ、もちろん、木端でもいいけどね。を下に書いて、まあ、上のところに見端。まとめたやつね。こうやって書くんですよ。9箇所。で、もう書き込めるところはどんどん書き込んでいく。例えば今 A さんの家からバス停までの道のりが A 駅を。A さんからバス停までが道のりが A だからここ A でしょ。で、次がバス停から駅までが道のりが B つってるからここが B でしょ。で、A さんが A さんの家からバス停まで時速4キロ。つまりここまでの時速、速さが4ね。時間じゃないよ。時速だからね。で、バス停から駅までが時速30のバス。30ですね。で、その時に A さんの家から駅まで、全部ね、駅まで T 時間かかった。時間 T です。で、その時に、T を、A と B を使った式で表しなさいという問題。で、まあ、このね、有名なタイプの問題になりますけど、これっていうのは、道のりと、大事なことね、道のりと時間っていうのは足し算ができます。当然、ここまで A キロ、ここまで B キロだったら全部で A 足す B キロになりますよね。時間、だと、道のりは足せると。時間がここまでじゃあ1時間、ここまで2時間ってなったら合計3時間、当然足せますよね。間違っちゃいけないのは速さは絶対足せないわけですよ。こっちで4、こっちで30、じゃあ全部で34の速さでしたとはならないわけ。でも時間は足し算ができるから、しかも2個のアイテムが揃った時にもう1個は絶対置けるんですよ。なぜなら、見端っていうのは、よくドラえもんの鈴みたいなの言いますけど、小学校でやりますよね。見端って。時間求めたかったら、道のり割る速さ。まあ、速さ分の道のり。まあ、どっちでもいい。こうか。なるでしょ？ってことは今4と A だから、ここ4分の A なわけですよ。こっちも同じです。2個アイテム揃ってるんで、30分の B なわけです。で、何度も言いますけど、時間は足せるんです。だから、ここの時間とここの時間を足せば T になる。っていうことがわかる。で、今、T を A と B で表しなさいって言ってるので、じゃあ T イコール4分の A プラス30分の B と。これでも終了です。で、一応その見端の問題で気をつけなきゃいけないのは単位なんです。単位。で、今、全部時速とか T 時間って G で揃ってる。あ、ま、G で揃ってるんだよね。キロメートルもちゃんと揃ってる。時速4キロメートル、時速30キロメートル、で、道のりも A キロメートル、B キロメートル。揃ってるから何も直さなくていい。もし、キロメートルとメートルが混ざってたりとか、時速と何分みたいになってたり、時と分が混ざってたりするときは、単位変換をしなきゃいけないんですけど、この問題においては関係ないので、こんな感じで。
やってみてください。見始め苦手な方はね、ぜひこれ、図で書くの、慣れるといいですね。ではラスト行きましょう。で、多分ね、度数分布見えないので、ちょっとまた持ってきました。どこがいいかな。ひよこさん。よいしょ。見えないよ。ごめん。こっちか。この辺に行こうか。はい、ということで、じゃあこれ使ってやっていきます。で、今回はこの度数分布表、表ですね。こっから平均値を求めたいんです。平均値ってのは一番出しやすいのは、例えば記録ね、今回20人記録がありますけど、例えば、じゃあ12メートル、20メートル、30メートルみたいな感じで、20人分数字が書いてあったらさ、全部足して20割るじゃないですか。平均の出し方、平均値の出し方ね。それが一番有名なんですよ。小学校でもやるから。でもそうじゃない。この度数分布表から出すときは、どうやるかっていうと、階級値がすごい大事なの。階級値。階級値何かっていうと、一番上、10から14です。10以上14未満。その時は、その10と14っていう数字のど真ん中の数字。まあ、すぐ12って分かる方はそれでもいいし、分かんなかったら10と14足します。24だよね。それを2で割るの。で、12でしょ。で、その12っていう階級値っていう数字なんだけど、その数字と度数、人数をかけるんです。いい。ど真ん中の数字と人数をかける。そうすると 12×1 だから12でしょ。12。縦にメモるよ。次、ど真ん中16です。16×3 だから48。ど真ん中20。20×8 だから160。ど真ん中24×6。きつい。144か。ど真ん中28×2なんで56と。こうやって、ど真ん中の数字かける、人数、度数を全部やりますよね。これを全部足すんです。全部足す。そうすると、下はちょっと入んねえかな。厳しいね。上が60か。420か。全部で420になりましたと。で、それを、度数、まあ人数ね。全員で割ってください。20人で。そうすれば平均値出てきますので、こうすると、21か。つまり21メートル。これが平均値になります。この度数分布表から値を求めるっていうのは結構出てきやすいので、ぜひね、出し方を覚えておいてください。ど真ん中の数字、階級値と度数をかける。それを全部足して人数で割る。作業としては覚えやすいので、ちょっと計算ミスは出やすいですけどね。そんな感じで、ぜひやってみてください。はい、ということでね、ちょっと急いでやってしまったがために、最後は青にし忘れるということをやってしまいましたが、まあ、今回はね、刺繍シリーズの第34弾やらせていただきました。ぜひね、復習して自分の力で解けるようになってみてください。では、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。